コスフォード王立空軍博物館に展示されているレッドディーンの試作品レッドディーンはイギリスが1950年代に開発を試みた空対空ミサイルである。レッドディーンはパルスドップラーレーダーを使用する大型のレーダー誘導型ミサイルで敵爆撃機の撃墜を目的としていた。レッドディーン計画は1951年にレッドホークミサイル計画から派生したものであり、 フォーランドエアクラフト社が重量700ポンドのミサイルを開発することとなった。その後、設計が進むにつれて、サイズ、重量が共に増大し、予算の超過とシーカーヘッドの問題によってフォーランドは開発を続けることができなくなり、1953年にイギリス軍事省は計画をビッカース社に引き渡した。ビッカースにおいても、レッドディーンは幸運とは言えなかった。 アクティブレーダーシーカーの問題のために、ミサイルのサイズ、重量が増加するという悪循環は解決できず、これは、ミサイルの飛行性能を大きく損なった。シーカーの性能が十分でないため、より大きな弾頭が必要となり、重量の増大を招いた。他方、レッドディーンを搭載する予定の超音速戦闘機は、軒並み重量の軽減のために、軽量の合金で構成されており、 重いミサイルを搭載するのに適していなかった。大幅な設計の見直しと、アクティブホーミング機能の削減が行われたにも、かかわらず、薄翼型のクロスタージャベリンの開発が1956年に中止されると、それに伴って、レッドディーンの開発も中止された。超音速機に搭載するための制限は依然としてあり、次世代のマッハ2.5クラスの超音速、戦闘機用としては、 さらなる改良が求められ、小型化したレッドハーブミサイルとして開発が予定されていたが、運用要求 F155 計画とそれによって開発された超音速戦闘機の開発中止により、これも計画中止となった。ありがとうございます。